差し違えるという覚悟は重要だが、ただその場面に行き着く前に勝負は必ずつけていなければならない。ポーカーでいうショーダウン、最後に持っている手札を開くこと。この最終局面で最後はカードの強い弱いだけで勝敗が決まってしまう状況。ここまで行くと勝負は確実に強いハンドが勝つ。勝負で重要なのは、その最後の局面に突入する前に相手に無駄な勝負だと認識させ、勝負から下ろすこと。そのためには相手の上を行く意味のあるハーフブラフと、そこに至るまでの積み上げたドラマが必要。ブラフ、つまり要はハッタリのことだが、クローと相手にフルブラフは全く効かない。チャールズ・ブコフスキーがハッタリはでかくかませという名言を残したが、それだけじゃ意味を履き違える。勝つためにはブラフに至るまでのストーリーとドラマがとにかく重要。ポーカーでよく素人がブラフだけで勝とうとして痛い目に遭うが、それはそのブラフにドラマとストーリーが存在せず、整合性が取れていないからだ。誰の手札もそんなに都合よく何度も毎回いいハンドが来るはずがないにもかかわらず、毎度ブラフを使ってレイズ、賭け金を上げることをすれば、誰もその行為を信じなくなる。狼少年と同じ。あいつは手札が豚でもハッタリだけで行くと。信用を失った人間は玄人の餌食になるだけ。